皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もザ・ラストバースパート2遊んでいきましょう。さあ前回についてこの広大なダウンタウンを攻略中です。で前回ね、ゲートの突破に必要なガス管と、あとですねこのペットショップの鍵、これを入手しました。なのでまず潰しておこう。こっちでガス管持ってるんだけどガスがありません。ガソリンね、あのタンクだけあるっていう状況。よし、さあこれで何が待つのか。それじゃあ何があるか見てみない。ここもだってこれ絶対バーンってくんでしょ。前のあれ普通にびっくりしたもんな。広いな。ちょっとここ何なの。多分 WLF のなんか賭博か。賭博してると。ドキュメント、 WLF の広告。ボストンにいたファイアフライみたい。ニューメキシコにもレイブンっていうのがいた。自分たちのこと法の番人って呼んでたっけな。俺たちは羊じゃない、今こそ牙を向け。まあ、あのプロパガンダね、要は。と裏返す。ワシントン解放戦線に参加せよ。ワシントンリベレーションフロント、これが WLF で、ここでこう擦ったんだ。秘密基地、そっか、ペットショップの廃墟で。よし、さあサプリもらって。ここ意外と敵いないんだね。あと物資、よし、大量の物資と爆薬、いいね。瓶、これも一個ある。でさらになんだ、情報がある。何これ。あの車両の襲撃計画だ。 WLF が軍を皆殺しにしたんだ。ファイアフライより断然凄腕だね。コンボイ、でもこれはやったかな。いやこれねやってないわ。二つある。これもそうね、見に行かないと。まだなんかあんのか、物資か何か。とペットグッズ、リードと首輪ね。ここはもうオッケーかな。グーニーとゴーストが好きそう。でねこれ装備どうすんの。よし、両手の武器ホルスター、これで、こうなるんだ。あ、なるほどね。そっかそっか。キー操作がこれ楽になるんだ。はははは、これは新機能。誰ジャクソンに来る前に、私が飼ってた野良猫。でも、一緒に来たがらなくってね。たまにあの子たちに会いたくなるんだ。ペットいないの。いない。興味なかったし。じゃあ、この旅が終わったら、一緒に可愛いペット飼わない？うん、いいよ。いいね、なんか希望であり死亡フラグでもある。この旅が終わったら。でもペットはそうだね、こういった災害時にはやっぱりなんていうかな、足手まといってわけじゃないんだけど、置いていかないといけないっていう状況がね発生する場合があるからさ、それが本当に心配かな。自分もある日いきなり大きい地震起きましたとかね、洪水来ましたとかさ、避難所には連れて行けませんってなったら逃がすしかないからさ、まあめったにないあれだと思うんだけど、そういった可能性もある。あ、でねこれこっから入るんだ。なるほどね、上乗っていくんだね。でねちょい待ってな、まず地図見て、今ここでしょ。で、この中って書いてある。あとね、あ、でもコンボイ潰したのか。あとね、なんていうの、ここのね、これわかるかな？スパラマークの左上。あれなんだろう？ちょっと気になるんだよな。待って。聞こえた？あ、この中か。感染者、
裁判所にいるね。嫌な予感しかしないんだけど。先に分かっただけラッキー。こっち、ここら辺もこれいけるんだけど、なんかあんのかな。いけるということは、あ、だよね。よし、さあサプリと布これ取って、あとバッグ、ドキュメントね。ギャビンへ。デルクは先週割れた窓に突っ込んでさ、私たちは急いでセレブラに連れて帰ってなきゃ。あいつ今頃橋一本なくしてただろうね。緊急事態とか足を折った時とか感染者撃退とか。デルクはまたヘマした時用にダウンタウンのいくつかの現場に物資を隠しておいたよ。あんたもどうせそっち方面に行くんだし、西2番の検問所に物資を補給しといてくれない？ゲートは何年も使ってないけど、まだ西2番の暗証番号が使えるはず。アリソンより。また物資か。西2番ゲート。あのメモは？メモいいの？メモしてよ。これでメモかな。ちょっとこう出ると、メモしないの？なぜなぜ？なぜ今回しない？気分かな？まあいいや。で、このずーっと正面、そこになんかあんだな。こっち。あれはもう調べてある。ここら辺じゃない？あー、多分これかな。いや、違うな。そう、まさにこの辺り、ここの検問かな。あ、これか。ゲートウエスト2。どこ行くの？裏に何かある？ただそんなに広くない。ここは何もねえ。あ、これか。待ってね。さて、でここでですね、これではなくて短押しで、そう、これにして、西2番だったっけ？検問ゲート。よし。西2番、0451。多分これだと思う。ユーズゲートコード。0451？ よし。04。51。どうかな。よし。さて、ここも、おーし、弾薬いっぱいある。やったー、ショットシェル来たー。やったー、補充した。で、さらに、ショットシェルじゃなくて、そう、カードね。FLO。フローかな？ですね、フロー。本名、オルガ・クズネツォフ。トップクラスの理系大学を首席で卒業した後、俺がクズネツォフはダークエネルギーの研究を進めるためにロシア政府に雇われた。ダークエネルギー技術が戦争に使われることを恐れて実験を妨害しようとした結果、俺がの意識は水蒸気と融合してしまう。今や俺がは空気中に水分さえあれば、自分の魂をあらゆる水分と繋いだり、水でできたあらゆる形態の物体を出現させられるようになっている。中立ヒーロー。これで終わり。そうね、この力もなかなか強そうね。水でできた物体を何でも出現させられる。じゃあその対象のさ、顔面のとこにこうね、水のボールを作って息をさせないとかね。それこそ敵の脳内とかさ、なんか血管中とかに水をこう大量に注入するとか。なかなかえぐいな。ほいで、よし。今のところ、ハテナマーク、もう一個だけ。ここだけですね。行くぞー。突撃じゃん。裁判所。あとね、これ行ってないかな。ぴゃっ。さあ、戦闘か。感染者。あとね、今回、敵がライトを検知してないっていうコメントをもらったんだけど、どうかな？ちょっとやってみようか。特にランナーね。あ、これこう開けるんだ。持ち上げる。
ただそう簡単に出ていけない。くっそ。いるね。クリッカーか。あとそっち、そこのさ、そう、扉の先とかな。これはね、こういけるはずなんだよ。そう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 。怖っ。そこのね、そっちの奥だな、まずは。こ、お、びっくり。ま、めっちゃ怖いすんだけど。よし、さらにショットガン。え、こんなに何もらっていいのこれ。多分これ使えってことね。こうして。あ、まずい。今、なんかいたんだけど、何かわかんないんだな。見られたんだけど、何かわかんなかった。なんだろう。あのね、これね、先にまあ爆走するっていう手もあるんだよな。とりあえずもう爆走しちゃって。あれは気づいたの？いや、大丈夫はず。で、こいつは前方向180度。そこに立つとマジでまずい。なので、裏から行く。こういう状況ね。あ、これまずいんだな。そう。ちょっと横向いてるって、あれがね、いかついんだな、こいつな。で、さっきさ、そこの奥にランナーいたっしょ？なんなんだろうな、こいつ。結構こう、なんか、クッと向くな。気まぐれですね。いや、そこに陣取るの？これはすいません。ちょっと待って。正直言って何もできない。この状況はマジで何もできない。こっからどっち行く？よし、こっち来る。あー、そっち行くのか。待ってね。これで、くるっと、あー、そうなんだよな。くるっと向くんだよな。大丈夫。ここは、あ、今行けたんだ。あー、これまずい。待ってね。今のはちょっとやっちまったな。ただ、ランナー左に。まあ、ランナーだったらいいんだけど。よし。回避してからの斧を使って。ちょっと今のもったいなかったね。ただまあ、いいか。戦闘楽しもう。回避して、よし。斧ぶっ刺す。まあせっかくね、武士取ったし。ちょっと申し訳ない。完全ステルスも押したかったんだけど。よし。同じくらい戦闘もしたい。そう、これ物資がリセットされるって仕様だからな。撃っていかないと損すんだよ。言い訳ではあるんだけど、損するんだったらまあ撃った方がいいもんな。5分くれれば嘘かどうか見抜けるけど。拷問かな。他はないかな。まあノーダメだしね。これ以上持てない。あ、これ布ってそうなんだ。持てないってなんだ。待ってな。じゃあなんか作ろうかな。火炎瓶。これ作れる？あ、作れるね。よし。じゃあそうだね。火炎瓶。これ作って、こんなもんかな。あとね、さっきのクリッカー。多分難易度グラウンドだったら2発かな。だと思う。あとちょっと待ってね。押しサプリ。これは結構溜まってる。84。じゃあ、これかな。よし。体力値アップ。で、さらに次これかな。聞き耳の移動速度。これは絶対必要だわ。移動速度2倍。これはうまいわ。よし。で、布を取って。あと、そっか。ライフル。このライフルもね、これも撃っていかないと。ちょっともったいない。弾がね。じゃあ、そうだね。サバイバル、そんなにめちゃくちゃ弾が少ないっていう感じではないかな。よし、11。多分ね、そこそこ撃っていいんだと思う。グラウンドと比較して。
グラウンドはね、これガチでシビアだったもんな。ここの敵の数、これもそんなにね、多くない。4体だったっけ？さっきの。4、5体ぐらい。ウォーターサーバー。これはいけるか？ね、手伝って。あ、いけるんだ。今行く。これキャンセルはできないか。あ、でも強制的に行っちゃうんだね。これはちょっとミスったかな。探索し忘れはないか。ボストンで全く問題を起こさなかったわけ？そりゃもちろん起こしたよ。でも裁判所には行かずじまい。よし。さて、布もらって、0.5 布。あとどうかな。そっち。ここ相当やばいこと起きてそう。ここね、単純に暗いわ。見ればわかるんだけど。なんだろう、このなんか汁っぽいやつ、これなんだこれ。感染者汁。あとね、この中これいけるんだよな。そう、瓶がある。ただかち割るとなんか来んのかな。ドキュメント、ベニーへ。 WLF の勝利は目前。町は時期に陥落するでしょうね。でもフェドラを辞めない限り、あなたを保護することはできない。これまではフェドラに残ることを選んだあなたの気持ちを理解できなくもなかったけれど、目標マーケットでの虐殺以来、どうしてあなたたちがスマシ号で私たちのことを惑わされた殺人鬼と呼べるのか理解できないでいる。彼らは家族のために食料を手に入れようとしただけなのに。しかも今日フェドラは暴動行為だと人々を追放し始めた。死刑宣告のようなものよ。ベニー、まだ間に合うわ。身の安全は私が保証する。金曜の午前2時にラストンコーヒーに来て、一人でね。お願いだから来てちょうだい。怖いだろうけど、他に道はないの。あなたの友人、サンドラより。それじゃあ自業自得だね。内通というか、なんて言うんだろう。で、ここで殺されたんか、撃たれて。最終的にね。フェドラの兵士だ。あの壁見て。これ処刑だよ。そう、並べられて立たされて。処刑ってレベルじゃない。蜂の巣にされたんだ。弾が余りまくってたんじゃない？それか報復かもね。弾が余りまくってる。くっそ羨ましい。そう、多分これいけないと思ったんだよな。なのでここでこう、近接でもいいんだよな。肘でこう、そうそうそう、肘じゃないか、このナイフのつかね、えっていうの、あそこでこうパコンとやって、ここも、サプリもうちょっとあったら、あ、でもね、ここら辺すげえ物資あんの。なんだこれ。0.75 布。あとはそうだね、コメントでですね、この、まあ、オプションから、物資の量とかね、調整してもいいんじゃないかっていうふうに、コメントをもらったんだけど、やっぱなんかさ、そこは妥協じゃない？ってなっちゃうんだよね。なので、基本的に全部自分はね、一周目は、難易度サバイバーね、全部サバイバーでいきます。ん、ここにドキュメント。読む。何それ。うん、古い指示書。基地の WLF 先導者。以下の者たちを対テロ作戦における最優先の標的とする。エマ・パターソン、ジェイソン・パターソン、マーカス・ウィルソン、アイザック・ディクソン、ヒューゴ・ゴンザレス、アリソン・コール。パターソンたちとサンチェスは消えたため、ディクソンの優先順位が上がった。ディクソンを現状最優先の標的とする。ワード軍曹。殺し合いね。あとね、今のすいません。裏側あったな。ちょっと待ってね。これの裏側があった。あとね、そこに間違えたったわ、今。ぶっ刺さってた。あ、これ大事だわ。中。すべての押収物は事務所の金庫に入れること。860722。あ、これね。そうそう。
ただ金庫どこかな。よし、間違えて。ただこれも耐久度付き、多分6回ぐらいかな。こいつはフェドラの司令官だったって。ああ、ウルフにやられそうになって逃げようとしてたみたい。人数なんて関係ないよ、警戒しないと。身長第一ジェシーみたい。使用禁止、連邦災害対応管理庁。あ、これがそのフェドラの日本語訳ね。公式のフェドラ中央司令部への通達。件名、シアトル隔離地域の危機。宛先、ポール・ダグラス大尉。懸命な努力も虚しく、シアトルの隔離地域は、ワシントン解放戦線と名乗る、テロ集団の手に落ちることとなるでしょう。彼らの力を侮ったせいで、町周辺の重要施設を失ってしまいました。我々は緊急対策を実行し、今から24時間後に重要人物を隔離地域外まで護衛する準備をしています。私は最後の将校が脱出するまでここに残るつもりです。私はこの町を市民のために最善を尽くしてきました。彼らは今や我々から解放され、WLF の言いなりになっています。何千人もの市民に奴らが食料と住居を与えられるとは思えません。きっと内部から異議を唱える者が現れ、狂信者に頭を悩ませることでしょう。必ずや早持ちに気づき、彼らに責任を追及する者が現れるはずです。その瞬間をこの目で見たいくらいですよ。カルメロ・トーレス注意。そうだね、こういったなんか一時はうまくいってるように見えるけど、後にね、瓦解する組織ってあるもんな。で、多分その金庫の中に、ガソリンが、そうあるんじゃないかな。多分この中に。待ってね。まず、ハム。で、07。22。よし。どうかな。これはガソリンではない。アルコール、これで終わり。おや、わしのそのガソリンちゃんどこ。ちょっと待ってね。でさらに、よし、これは大事。 OK、 移動速度アップ。でさらに次、忍耐、これも必要かな。通常なら死んでしまうダメージを、わずかな体力を残して生き残り、体勢を立て直すチャンスを得る。忍耐。で、これがですね、こういう感じになりました。これでも2倍速かな?そんななんかめっちゃ速いように思えないんだけど。もともとのあれか。もともとの2倍速ね、多分。で?ああ、なるほどね。階層があるんだ。駐車場、燃料があるんでしょ。メモの通りならね。じゃあそこ目指そう。3階2階1階。今これどっかな。多分1階でしょ。ロビーとあとテイリーの事務室で、地下1階、駐車場。そこか、行くべきは地下1階。さあ、テイリーのリっていう字ね、知らないとあれ読めないんだよな。どうしよう。そこでしょ。使えるかも。あれね、ダクソの3だったかな。ゴクリっていう敵がいました。監獄のね、なんていうかな、管理人みたいな、ゴクリ。気をつけて。これ、ですね、上行ける説。そこ行ける説。いや、行けないかな。さすがに。はい。いやー、これもう帰れんぞ、ほら。なんだ?ああ、水溜まってんだ。地下だから。いや、ここね、これやばそう、これ。ここは絶対やばい。天野がそう言ってる。ほら、まずこれが前座なんだ、多分。これが前座で、ほら。うわ。ちょい。これはショットガン行くか。まずクリッカーですね。待ってな。こいつをかわしてから行くか。いや。
ダブルキルできなかった。よし、さあマーチェット。あ、ここにチャカった。よし、チャカだよ。よっ、ナイス。どう？いや、まだ来てんな。どっちだ、どっから来る？あー、そっから来る。敵の編成は？こいつは振らせて取る。よし、で、銃弾使うんだったらやっぱりフリッカーね。いや、これ弱えな。一旦リロード。ここは任せようかな、彼女に。でもね、彼女火力が多分ないんだよな、難易度高いんで。なのでここはハンドガン。よし、さあどうかな。どう？ど、あ、よし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 、いいよ。いや、これちょうどいいな、いい感じにスリリング。あとね、そう、こういったね、車のガラスとかも多分割れるらしいんだよね。そう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 、なのでもしかすると中に何か入ってるのかもしれない。ちょっと待ってね、ここは入念に見ていこう。でもこれスタン爆弾使うかな。この中とかにその物資があるっていう多分場合があるんだよな。なんもないけど、でもそうね、あるとしたらあれか、警察車両か。これ外から見えんのかな、物資の有無って。いや、何もないかな正直。あとバン、これもないかな。でね、そこにガスがあるわ。でもなんかさ、これ補給するとなんかイベント起きそうじゃない？ゲーマーの直感的に。なのでちょっと待ってな、ここにブロック、よし、これ覚えとこう。あとね、警察車両、この中とかに弾とか欲しいんだけど、ないわな。ないね。今弾薬、ショットガン1発、ライフ2発で、ハンドガンこれ4発の、このジュエルの形見ね、これは3発。この形見はそうだね、なんかめっちゃ重要な局面とかで最後に救ってくれそう。これだけ手元にあるみたいな、ジョエルが守ってくれるっていう胸熱展開。自分だったら、まあでも安直すぎるか。まあ誰でも思いつくわな、それは。それで、さあここにあるはず。ついにガソリン。よし、運が向いてきた。ちょっとやめてよ。それじゃ、ぶっころゲートに戻る？で、出口どこにいるかね？ここじゃない？ディーナ。くぐって！いいよ、離して。さすが。どうも。ゲートに戻ろう。よし、さて、で一応これで目標達成したんだけど、あのほら左の方とかね、あそこら辺全然行ってない。あれどうしよう、ちょっと見とこうか、パパッと。でもそうね、こういった時やっぱり2人は心強いね。2人じゃないと突破できないもんってあるし、どうやっても。ねえ、怖くないの？何が？ WLF のことはいろいろ分かったけど、割とちゃんとした組織みたいだし、だからって何も変わらない。慎重になれってだけの話。まあ気づかれてはいないね。そういうこと。心配いらないよ。よし、さっさとゲートに戻った方が良さそうだね。だね。セレベナへ WLF を探しに行こう。ということはもう、こっちあれか、行く意味ないのか。
一応軽く見とこうかね。そう、そっち側に行けないんだな。なるほどね。じゃあこれでもう全制覇かな。ダウンタウン。ダウンタウンの覇者になった。他に行ってないとこもうないもんね。今ここにいて、そっち。これももう見えないしね。そう、戦車があって、じゃあこれで、よし、ゲートか。ゲート帰るだー。あれね、先月だったかな。まとめサイトで見たんですけど、廃墟の写真を撮ってる方がツイッターでいらして、でね、やっぱりこう一人で撮りに行ってたのかな。で、そしたらね、結果的に今亡くなっちゃったんですよ。で、まあその亡くなり方っていうのが、なんていうかな、表面からね、こう見えない、貯水のための池があったらしいんですね。貯水タンクかな。で、まあそういったタンクがあって、で、そこにね、こう、落っこっちゃったみたい。見えずに。で、そうなってしまうと、もう一人では上がってこれないっていう。二人いたらね、多少変わっていたのかもしれない。あいつらはいなかったけど。ね、大きな町だし、探し始めたばかりでしょ。そうだけど、一人も見かけないなんて。助け呼んだりとか、ロープ持ってきたりとかね、っていうのができたのかもしんない。なんで自分も基本的には廃墟はね、一人で行ったことないですね。必ず友人と行ってます。行くんだったら。入れるよ。私ある。番号入れて。よし。ねえ、古いジェネレーターはかかりにくいから、多分一発じゃ。かかるんだろう。ああ。なんか言った？別に。なんでもない。さあここでゲート2。よし。0451。でそれとね、ジョルの腕時計。あ、そう、これね。これね、ジョエルがの娘さんのサラからもらった時計かな？プレゼントに。あれをずっと持ってたんだ。なので、今度それを、ね、エリーが受け継ぐっていう形。さて、0451。どうかな？おや、待ってね。違ったっけ？あ、すいません、これナンバーね。イースト2か。5345。間違えた。5345。5。3。この天気の感じいいな。質感ね。よし。うん、お出迎えはなさそう。中で待ってるんじゃない？入り口探そう。窓に注意してよ。さあこれで、あそこね、基地だわ。ほらでっかい狼マーク。多分 WLF の基地、あのホテルね。じゃあそうですね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦こだわりにして、で次回ですね、あのホテルをみっちり攻略していきましょう。はい、よかったらコメント高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ラスト2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。